疲れ様です。社長近いですよ。近いです、近い近い近い。はい、内田さんですかこれ。マミヘイさんです。マミヘイです。はい、現役のレースクイーンをされてる方なんですよ。社長聞いてますか。ちょっと今匂いが出た。全然ないです。ごめんなさい、匂いが出ました。レースクイーンされてる方です、現役の。すごいな、はい、香ばしいわ、蜂蜜の匂いした。多分それ私じゃない私ですよ。私の匂い。もう浮気しちゃった、ごめん。あ、私リリーちゃんごめん、浮気しちゃった。全然そういうつもりなかったんで、どうぞ。で、まあ、今日レースクイーンのまみへいさんに来ていただいたんですけども、うん、はい、マジ、はい、レースクイーンとモデルとタレントをしてます。はい。匂いが。今日これから職人を3人呼んでます。ミッチーとリュウジさんとショウさん、おー、またエロい3人組だな。あの今日はマミヘイさんに、その職人さんにお化粧してあげるって、うん、お化粧教えてあげるっていう企画。俺のマミが、はい、職人に対して化粧教えるの。そうです。俺のマミが化粧、はい、化粧です。化粧教える。メイクします。消されますよ、消されます。楽しいわ今日。消される、消される。化粧ってどういうこと。あいつらに化粧を教えて、はい、で、俺と付き合うの。まあ、それは、そこは動画外で、あの勝手にお願いします。嘘、ただ化粧だけ。はい、化粧でしようかなって思ってます。いやいやいや、視聴者の皆さん、それはダメでしょう。いや、いかんぞそれは。まあ、そんな、うちの視聴者そんなもん求めてない。男の気持ち代表で言っていい。いや、なんかちょっとセクシー企画みたいな感じで、はい、まあ化粧をするけど、まあ、あいつらに口説いてもらうとか。爆速あたりはもう多分やばいと思う。ああ、すいません、すいません。まあ、でもどうなの、視聴者的には逆に嫉妬しちゃうからよくないと思うな。いや、そんなことない、そんなことない。セクシービーム出せるんですか。セクシービームちょっとだけ、ちょっとぐらい出せる、はい、じゃあもう言ってそれだけでいいですか。うん、で、まあできたらもう肩触ってくれるぐらい。それ結構ガチ固めないよ、君たち。なんでそんなことやらしくないよ、俺みたいな。俺たち男だもんねー。レッツゴー。肩触るがいいんちゃう。ちょっとやらしくない。いや、いや俺は別にそのか、だって肩触るってことは別にセクシーじゃないじゃん。エロくないけど、俺はあいつらの反応が見たいわけだよ。ああ、そういうこと。あいつらがどんだけ女に、あえてキャバクラとか言って偉そうに言ってるけど、はい、実は女の面識、あの免疫が弱いかっていうことを映してほしい、はい、ただ本当にそれです。僕はもうやらしい気持ちは一切ございません。よろしくお願いします。いや、絶対なりますよ、やらしい。もういいや、いいよ、カメラ止めろ、カメラマン、カメラ止めろ。カメラ止めろ、もう止まらん。お疲れ、お疲れ、お疲れ、もう帰るぞ。もうあいつは帰らせろ。じゃあちょっと社長がうるさいんで、はい、一応職人3人にはメイクしてあげるっていう、メイク教えてあげるっていう企画で呼ぶんですけど、はい、まあ、ちょっとあのセクシー攻撃を、はい、あのしてもらいます。どこまでセクシー攻撃ですか。そうですね、でもちょっと近距離でこう。ちょっとやめて。いや、やめて。好きになっちゃう。楽しいな今日。そんな感じですね。でもこういう感じですね。はい、こういう感じで。ああ、もうこれあいつはやばいぞ。待ちましょうか。あいつはやばいぞ。はい、待ちましょう。はい、こちらです。ライブです。今日はすごいな。怖いですね。やばいな。怖いですね。やばいね。まあ、何を隠そう、この人。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。この凡人のところに。この下界の人間のところに。いやマジで綺麗だ。ちょっと見せたるわお前らにな。はい、俺もう毎日いいねつけてるから。え、インスタ毎日いいねつけてるから。僕多分これからフォローして。あ、来てないっすか。ちょっとおい、下民ども。はい、なんだ下民ども。下僕っすか。下僕ども見せるぞお前。これはすごいぞ。ちょっと見せたるわ、はい。え、ちょっと見せましょう。ちょっと反応がない。しかも写真見せたら。あ、これやばいじゃん。
これいかんちゃう、これいかんちゃう、お前反応がやばいんだけど、こいつのキャリーバッグ持ってあげたいですね。ちょ、ほんとだってキャリーバッグ持ってあげたい、キャリーバッグになりたい、キャリーバッグになりたい、お髪の毛なんか全部なくなってもいい俺のちょっと実際、ちょっと先生ちょっと立ってもらっていいですか、はい、ちょっとぐるって一回回ってほしいね、カメラ前で、カメラ前で一瞬、はい、じゃあ行きますよ、行きますよ、じゃあ、じゃあ一瞬だけね、ちょっと待ってください、うん、iPhone 使ってで見ていいですか、ダメ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 ですか、お願いします先生、はい、じゃあゆっくり回ります、はい、はい、キャーありがとうございました、キャーありがとうございました、じゃあ今日お開きでありがとうございました、ありがとうございました、開いていいですか、逆にそこそこそこ教えて、まず実際やってみましょうか、じゃあ準備お願いします、はい、早速ファンデーションを塗っていきたいと思います、あ、ファンデーション、そういうことね、あ、もう本当にそこ変えるんだ、そうです、もう最初からやりたいと思います、いけると思いますすげえな、お前そこまでいくめちゃくちゃ、これぐらい、これぐらいですか、ちょっとお前つけすぎじゃないのつけすぎですけど、まあでも、大丈夫、あー、そうかそうか、なんでこっち見るの、お前鏡見るとにかく先生の方見ないんだよお前めちゃめちゃ残るやんすごいよすごいっすけど、ゲームを描くかみたいになってる、ちょっとあ、じゃあ次ミッチーさんは、はい、ここ塗っていいですか、あ、ちょっと待ってください、はい、ミッチーさんのは専用のを用意してて、はい、この白いチューブのこれっす、はい、これ白くないやつこれちょっと白いんですけど、なんかトーンアップするし美白効果もあるかなって思って、あー黒いですからね、あ、そうですそうです、ぜひそういうことですね、トライしてみてください、フィリピン人はやっぱ白くなりたいんですよフィリピン人はそうなんですか、これ塗るの結構時間かかりますね、これかかるっすね、僕、はい、次行ってもいいですよ、次僕ちょっと塗っときますね、続いてパウダーを塗ってきます、あのファンデーションした顔に化粧崩れしないように粉を塗っていくんですね、塗り方が可愛いよく言われるんですよね僕でも毎日ベビーパウダー塗ってますお前それ塗れるちゃんとちゃんと塗れベビーパウダーこれが終わって次は何やるんですか、はい、次はハイライトをつけてきます、はい、続いてアイブロウ眉毛ですこれ描いてもらうとかないの、はい、描いてもらいたいです、描いてもらったら描いてもらいたいです、じゃあぜひレクチャーしましょうか、してもらっていいですかはい、いいな先生と触れ合える、そう口が口があ、いい感じです、いいですか、はい、かっこいいですよ、ありがとうございます、はい、かっこよくないですね、ほんと、はい、先生こういう眉毛好きっす、好きです、大好き、あ、マジですか、本当ですかはい、こんな感じでどうでしょう、鏡見てもらっていいっす、お、イケメンになった気がする好きな色を選んでもらって塗っていくんですけれども、翔くんは青色に合いそうなので青でいきます、はいはい、じゃあこれを自分の指で塗ってってください、どこにですか、まぶたにです、ごめんなさい、まぶた、ごめんなさい、ここですね、ここ、そうそう、あー、です、こういう感じ一回見せてもらっていいですか、ちょっと待ってください、いけてる、いけてるいけてる、いけてるいけてます、でもちょっと足りないので手直ししていきたいと思います、手直ししていきたいと思います、ちょっと貸してください、好き好き、この間 YouTube で見たんだけどこれ見たことあるんだ、これ翔くんの不審者を捕まえる動画めっちゃかっこよかった、本当ですか、めっちゃ足速いですね、足速いです、あの小学生だから好きになってたかな、さよならさよならさよなら
残念です。ちょっとダメね。残念だ。小学生の時あったからよかった。そう。はい、こんな感じでいいでしょう。さあ続いて、はい、リュウジ君はこっちのパレットで塗ってもらいます。こっちですか。はい。じゃあ私はショウ君に仕上げをしとくので、二人とも頑張ってください。はい。これっていっぱいつけるもんだ。いっぱいつけて、塗った感を出すのはすごい分かりやすいと思うのでみっちくんは口開いてますはい、だってりゅうじくんなんかゲイバーにいそうっすもんねゲイバーにいそうっすもん体ぶっついしながらちなみに言ってなかったんですけど、はい、3人の中で一番メイク、はいはいはい、を頑張った人には、はい、ちょっとしたプレゼントが先生からあるのでみんな上ですか？そうですね、全体から攻めていこうと思うんですけど、はい、みっちーくんがもし同じクラスにいたとしたら、はい、付き合ってます？いや、そんなことないです、はい、いや本当に同じクラスになると楽しそうだなって思いました、ずっと動画見ててそれみんな言いますね。え、本当ですか？でもそこで落ちちゃうんですよ、みんな。落ちるっていうのは？はい、まあいろいろご想像にお願いします俺何を言ったんすかこれ普通の絵ってことだよ変っす、なんかあ、鏡見てるよお前。はい見るってある見ていいっす先生先生先生、はい、これかっこよくなりましたかっこいい、ね、ありがとうございます。翔くんちょっと足りないので私が撮ってもいいです。それでも足りないちょっとこっち向いてもらってちょっと口元ごめんなさいちょっとそれはやりすぎなのでじゃあ失礼します。こんな感じいい感じですかね、はい、いい感じですか、はい、あれしょうがないちょっと付け足しましたじゃあ続いて、はい、もうリップとチークやるだけなので、はい、もうどんどんいっちゃいましょう。うわ、多分お母さん見たら多分悲しむわ、リュウジ君のお母さん見たらびっくりするだろうねとりあえずどうす、いい感じですちょっと今ぶん殴りたかったちょっと今ぶん殴りたかった先輩だけでちょっと殴りたかったキスしたくなるから、これえ、キスはいい。あ、じゃあ塗ってください。あ、塗ろっか。そうだろあれおいあれおい、先生話が違うふーってしてください。くるくる、こうやって整うでしょ。間違えないでしょ。うわー、いいなー。で、口をうーん、まって、うーん、まんまみーやって言った方がいいよ。うーん、まんまみーチーク仕上げなので私が塗っていきたいと思います。はい、オッケー。ちょっとピンク、ちょっと先生の方見て、ちゃんと先生の方見て。うん、あ、可愛くなったこれ一番だじゃあ、こっち向いて目閉じてください。じゃあ目閉じたまんまでお願いしますやばいあいつなんか地味に折りそうだよ、あいつ地味に折りそうだよ、あいつ地味なんか錦のゲーバーとか言ったりそうだよ。いそう、こういうやつおるわ。マミ先生からの景品発表、いいですか先生。いいですか。はい、ちょっと喜んでもらえるかわかんないんですけど、はい、ほっぺかおでこにチューをしたいと思います。よっしゃ間違えてこうなったよ、首が伝わりきる。ちょっとお前たまとめ先生なんすね。もう一回ちょっと話を聞かせてください。全然大したことじゃないんですけど、私リップつけてるのでちょっとほっぺに色がついたら申し訳ないなと思うんですけど、それともよければ。あ、全然いい、全然いいです。僕は買ったシャツつけてほしいです。買ったシャツつけてほしいです。いいんですか。はい、僕首に入れてほしいです。
3人で一番化粧が上手かった人、うまかったというか、うん、なんか意気込み、意気込み、はい、あ、なるほどなるほど、そのメイクに対する姿勢みたいなのが、あ、そういうことですね、まあ、じゃあ最後にチャンスだけで一言ずつ最後言わせないですか。わかりました、いいですか先生。はい、そうですね、その化粧する前は、はい、その女性の気持ちがわからなかったんですけど、やっぱしてから大変だなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。お前ガチだよお前。お前ガチだよお前。でも勝ちましたよ僕。あ、いや結構プレゼン良かった。こいつのプレゼン。そんなこと言われたらもうないよ俺。先生なんで笑ってるんですか。僕は本気ですけど。いいで、目見て言わないわ、目見て。先生に化粧してもらって嬉しかったです。はい、ありがとうございます。私も嬉しかったです。なんでやだよ。みっちくんの、はい、発表、化粧に対する気持ちをお願いします。はい、まあ、今日ちょっと化粧して初めて思ったんですけど、はい、まあ、本当に女性すごいなと思って、やっぱこんなに顔変わるんだなと思ったんですよ。ぶっさいからやってもやっぱ、これ僕みたいになってこうやってかっこよくなるわけじゃないですか。それを思ってたら今日本当に、はい、今日あの3時間ですかね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そう思ってもらえて嬉しいです、はい、ありがとうございます。じゃあ じゃあみんな、あの先生も準備できたって言ってるんで目つぶってください。ドキドキする。目つぶった。はい、はい、じゃあまみ先生お願いします。はい、はい、声が、おーおー、そういうことか、そういうことか、あれ、俺が、え、お前、そういうことか、マジ今、ミッチの顔が、いいですか。え、どうしよう、え、本当にいいかな。どっちなんですか、先生。じゃあ、決まりました、この人で。え、誰だ、誰だ。じゃあ景品はこの人です。景品があるっていうあたりぐらいじゃないかな、思い出きたの。でも、まあ、そこはもうなし。そこお前ぐらいや、お前尺長いなみたいな顔しとったやんけ、お前。どんだけ触ってもらえるのね。どんだけ触ってもらえるの。先生、ちょっとお前ら触ってもらえるだけだよ。ずっと俺カメラのところからずっと見とるけど。インスタグラマーではないですよね。インスタをやってる、はい、何さ、一回ちょっと自己紹介お願いします。レースクイーンとタレントとモデルをしているマミヘイコと葵マミです。インスタやツイッターやってるので検索してもらえればすぐ出てくると思います。とまだレースは開幕してないんですけれど、サーキット全国回りますので皆さんどこかでお会いしましょう。ちょっと尺長かったんで全部カットで、はい。ちょっと俺も頑張っていっちゃった。ちょっといっちゃった、じーっと見てたけど顔。そうです。はい、そんな感じです。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。お願いします。また見てねー。